劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパール幻影の覇者ゾロアークとは2010年7月10日に東方系で公開のテレビアニメポケットモンスターの劇場版第13作の作品また2010年8月5日に発売された同名タイトルの小説であるダイヤモンドパール完結編当初発表されたタイトルは玄鋭の覇者 Z であり本作で 初公表となるポケモンゾロアークの名は伏せられていた。また、2002年、水の戸の森カ神ラティアスと、ラティオスから今作までの9年間にわたって続いていた、劇場版で主役となるポケモンはそれまで、ゲーム版で公開されていなかった初登場のポケモン、という慣例が今作で一旦途切れたが、2012年の、キュレム VS 聖剣士ケルディオで2年ぶりに慣例が、復活した。アニメ版、 ダイヤモンドパールで唯一発売前の新作ブラックホワイトのポケモンが登場した作品で昨年発売されたポケットモンスターハートゴールドソウルシルバーのポケモンと大きく絡む前作アルセウス彫刻の時空へのエンディング後の予告にはホウウトルギアが予告 CM には海洋画が登場したがいずれも本編には登場しない 本作の舞台のモデルはオランダとベルギー。時系列は DP の171話から179話までである。劇場版ポケットモンスターミュウツー2の逆襲から12年間出演してきたたけしはアニメ版でポケモンドクターを目指すため降板しており、最後の映画出演となった。 陣内隆則と塚本隆史が共演するのは4作目となるが、アニメ映画としては初となる。公開から約数ヶ月後に、ぽっちゃまを演じる小桜悦子が小桜悦子と改名され、小桜が小桜悦子の芸名で出演する映画は当作品が最後となった。BGM に決勝等の帝王遠庭、セレビージを超えた遭遇の楽曲アレンジが一部使用されている。 また、随所に、これまでの劇場作品を彷彿とさせるような描写が散りばめられている。そして、七夜の願い政治ラーチ以来久々に、ロケット弾がいい感じという場面があり、このセリフで物語が締めくくられるのは、セレビージを超えた遭遇以来となる。エンディングでは、シンジや望み、淳などの、サトシと光のライバルキャラクターや、新王地方のジムリーダー、四天王 チャンピオン、フロンティアブレインの黒つぐが、パートナーのポケモンたちと共に登場している。各映画館で、劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパール幻影の覇者、ゾロアークは、テレビ番組の映像基準とは異なる手法で、制作いたしました。ごく稀に光が原因で体に異常を感じる体質の方がおられます。過去に、光が原因で体に異常を感じた経験のある方は、 ご覧になる前に医師にご相談ください。ピカチュウプロジェクトという鑑賞の際の注意が促された。全国369スクリーンで公開され、2010年7月10、11日初日2日間で、公衆6億に947万1、700円、動員は60万602人になり、映画観客動員ランキングで初登場第2位となった。また、 ピア初日満足度ランキングでも第4位になっている。公開第4週には、動員200万人を突破している。2010年8月12日の公開34日目には、動員302万人、公衆31億円記録し、ミュウツーの逆襲からの映画13作のシリーズ累計観客動員が5555 55万人、突破している。 最終講習は41.6億円になり2010年度、工業収入法が第5位となっている。本作品では、プロモーション協力に、テレビシリーズのネット局に加え、関連番組、ポケモンサンデーのみを放送していた、サンテレビジョンも参加している。本作の劇場版の前売り券の引き換え券でもらえる、ポケモンは、色違いの園庭来行水訓のうちの一匹である。 覚えている技は3体とも通常では覚えられない技のみである。また、この3体のうちどれでも1体をブラックホワイトに転送すると野生のゾロアークと戦闘するイベントを発生させられる。また、映画館ではワイヤレス通信でセレビーが配布された。このセレビーはハートゴールド、ソウルシルバー上でロケット弾のキに関するイベントを発生させる鍵となる。また、 あとの、ブラックホワイトに転送すると、ゾロアと出会い仲間にするイベントを発生させられる。なお、これらのイベントは一つのカートリッジにつき一回しか発生せず、一度これらのイベントを発生させてしまった、ポケモンを別のカートリッジに送ってもこれらのイベントを再び発生させることはできない。サッカーとバスケットボールの要素を織り交ぜた新スポーツ、ポケモンバッカーのワールドカップが開かれる。 クラウンシティを目指していた、サトシたちは、その道中でやる、着物の集団に追い詰められていたポケモンゾロアと出会う。ゾロアは、テレパシーを使い、マーを助けに行くと、サトシたちに言う。ピカチュウたちの説得もあって、サトシたちは、ゾロアに協力することを決め、ゾロアと共にクラウンシティへと向かった。しかしサトシたちが、クラウンシティに着いたとき、 町の旧市街につながる橋がすべて封鎖されていた。伝説のポケモンである来光園庭水君が悪のポケモンゾロアークに操られて暴れているのだという。そこへ巨大企業広大ネットワークの社長、広大が旧市街に立ち入らないようにとモニターで勧告を出していた。しかし、その暴れているゾロアークこそがゾロアの探していたマー、まあ、だったのだ。新聞記者のクルトの協力により、 旧市街に入ることができた、サトシたちは、そこで、騒動の黒幕が広大であるという決定的な証拠をつかんでいく。その途中で、一行は広大の罠にかかり捕まってしまうが、広大の秘書として潜入調査していた、クルトの仲間、リオカに助けられる。果たして広大の、その邪悪な野望とは、サトシたちはその野望を阻止できるのか。そしてゾロアは、無事に、 ゾロアークと再会できるのか。今、ポケモン史上最大の馬鹿試合が始まる。月刊、コロコロコミックで漫画版が2010年6月号から8月号にかけて掲載された。単行本も発売されている。作画担当の井上桃田は後に、同雑誌にて、黒木英雄ゼクロム、新速のゲノセクトのコミカライズも担当した。2010年8月5日に、 小学館ジュニアシンマ文庫から発行。作者はセラフユミ。小説版が発行されるのは2001年のセレビージを超えた遭遇以来である。劇場版との違いや追加点など、ありがとうございます。